奥村聡地理クラブ。これも最近よくゲストさんとする話なんですけど、ゲストさんがいわゆるその初心者の方、釣りを始めたての方を一緒に連れてこられてお越しになるんですけど、その時にやっぱり魚を釣らしたってほしいって言われるんですよね。で、魚を釣らしてあげることによってバス釣りにはめてほしい、その釣りにはまってほしいって言われるんですけど、でもこれもよく言うのが、それに対しての返答としてよく言うのが、いやいやちょっと待ってくださいよと。じゃあ僕らってバス釣り始めた時釣れたからハマりましたって言って、めちゃめちゃ釣れたからハマりましたって、少なくとも僕は違うし、おそらく僕の世代はみんな違いますよ、逆ですよって、釣れへんかったからハマったんですよ、思い通りに釣れへんかったからハマったんですよ。で、何をしてたかっていうと、ひたすら妄想してたんですよ。で、その妄想となるのが、例えば雑誌に載ってるバスのこうなんかこう写真とか、釣れてる写真とか、バスがルアー越えてビャンって飛んでる写真とか見せられて、それってすんごい妄想するんですよって。なかなか釣れへん、どうしたらいいんだろう、あそこ行ってみようかな、これしてみようかな、なのでハマったんですよって言って、釣れたからハマったんじゃないんですよねとかって。なのでハマる人はほっといてもハマりますよって。そんな、むしろ最初にいっぱい釣れてしもうたら僕逆にハマらへんのちゃうかなと思いますよとかってよく言うことがあるんですけど、結局ね、どんだけ妄想してもらえるかなんですよ、ハメようと思うと。魚釣りにこの妄想がなかったらね、ハマらん。奥村聡地理クラブ。